社の中の部活みたいな活動から始まりまして、世の中が変わっていく中で自動車産業も変わっていくという中で私たち自身が働き方を変えていかなきゃいけないということで、誰かが何か新しいことを始めるきっかけになればなという意味で、きっかけという意味から Q という名前にしました。 For the record attempt of most consecutive basketball free throws by a humanoid robot assisted 3, 2, 1, GO。今の時点ではどちらかというとスラムダンクという日本の有名な漫画にある、桜木花道という主人公が2万回シュートを練習して上手くなるというシーンからバスケのロボットを作ろうっていうことが決まったので、スポーツのロボットをいっぱい作りたいというよりは人工知能を作ってみたい、そのためにはデータが必要でっていう話をしてた時に、スラムダンクという漫画を見てそれでやろうってなったので、あまりバスケ以外のことはまだ考えてないです。一番最初の Q というモデルは、2018年の3月にできたんですが、もともと足元に台座がありまして、まずは人工知能を使ってみようということでフリースローが投げれるロボットを作りました。 Q2 が2018年の11月にできたんですが、それは足元の台座をなくして、投球の飛距離を、フリースローからスリーポイントラインまで伸ばすロボットになりました。 Q3 は2019年の4月10日にデビューしたんですが、投球飛距離をさらに伸ばしてセンターサークルから投げれるようにしたのと、左手でボールを持てるようになりました。このロボットは各軸に小型のモーターが入ってまして、胸についているカメラでゴールの位置と距離を捉えまして、でそれに合わせて距離に応じた形で人工知能で学習した投球動作でボールを投げることができます。レーダーを使って光を出して跳ね返ってくる速度の違いで物を立体的に認識させて、その時間差でゴールの形を 3D 形状で認識して、自分の自己位置と相対比較をして向きがどれぐらいずれてるだとか、あとは距離がどれぐらいあるよということを判断させています。やってみても、やる前は学習していくと人間と同じような動きをしていくのかなと思っていたんですが、やってみたら違う動きをしていて、その一つはやっぱり軸数が違ったり、他にも筋肉があったりだとか、人間にとっての最適な動きとロボットにとっての最適な動きが違うというのが一番大きな学びになりました。その中でやっぱり例えばボールの持ち方によって同じ動き方をしてもボールの飛び方が変わりますし、スリーポイントだと一度角度がずれるだけでもう入らなくなるんですが、そういうのを試合の中で肌感覚でアジャストをしながら投げれる、決めれるっていうことをやってる選手っていうのは本当にすごいんだなということを改めて学びました。今私たちはギネス世界記録に挑戦しています。初めての挑戦なのでどこまでできるか分かりませんが、少しでも人間の記録に迫れるようなんとか1000回を突破したいというふうに考えています。ギネス世界記録に挑戦することが決まり、実際やらせてもらうとこんなに緊張するんだなというのに自分たちが今びっくりしてます。やっぱりプレッシャーの大きさみたいなものはやってみないとわからなかったことですし、今回もし記録が達成できれば
まあ、それをきっかけに少しでもバスケットボール、日本のバスケットボールを興味持ってくれる人が増えてもらえればいいなというふうに思っています。まあ、技術的なというよりは今だいぶ世の中がどんどん進んできて新しいことに挑戦しやすい環境が整ってきてると思うんですね。なので自分が何屋だということじゃなくて、まあ、自分の可能性は無限に広がってるんだと。でそういう何かやりたいなと思った時にやりやすい環境に